180cm の長身から放たれる眩しすぎる輝き、元バレーボール日本代表が見せる驚きの変身とは。皆さんこんにちは。今日はスポーツ界を震撼させた衝撃の引退から華麗なる変身を遂げた元アスリートの物語をお届けします。その主人公はバレーボール女子元日本代表の古賀紗理那さん。パリ五輪を最後に現役を引退し、バレーボール界に大きな衝撃を与えました。しかし彼女の物語はそこで終わりではありませんでした。引退後、古賀さんは私たちの予想をはるかに超える変貌を遂げたのです。180cm の長身を生かし、まるでプロのモデルのような姿で私たちの前に現れました。その姿は元チームメイトたちをも驚かせ、どこのモデルさんですかという声が上がるほどでした。今日は古賀紗理那さんの引退後の生活に迫ります。トップアスリートから憧れのファッションアイコンへ、彼女の華麗なる転身の裏にはどんな思いが隠されているのでしょうか。そして彼女の変身は周囲にどんな影響を与えたのか。元チームメイトたちの反応、ファンの声、そして意外な批判の声まで、さまざまな角度から迫っていきます。さらに古賀さんの夫で現役バレーボール選手の西田裕二さんの意外な一面も明らかに。2人揃ってのモデル級ショットにファンたちが熱狂した理由とは。そして引退後の古賀さんが見せた意外な挑戦、その真相に迫ります。果たして彼女は本当に競泳選手を目指しているのでしょうか。華やかな姿の裏に隠されたアスリートならではの苦悩と喜び、引退後の生活が彼女にもたらしたものとは。まずは古賀紗理那さんの驚きの変身から見ていきましょう。古賀さんは最近自身のインスタグラムを更新し、高級ブランドのラルフ・ローレンやバーバリーを身にまとった姿を披露しました。その中でも特に注目を集めたのが、白トップスに白パンツに白ジャケットを合わせたオールホワイトコーデです。180cm の長身を生かしたスタイリッシュな姿はまるでプロのモデルのよう。ポーズを決める姿は堂々としており、バレーボールコートで見せる真剣な表情とは一味違う大人の魅力を醸し出していました。この投稿に対し、現役の日本代表選手である林琴奈さんが、どこのモデルさんですか、かっこいいとコメント。これに対し古賀さんは、あ、またバカにしてる、心配しなくても琴奈が日本一かわいいよと照れた様子を見せています。この何気ないやり取りからは、引退後も変わらない選手同士の絆が感じられますね。スポちゃん。さらに古賀さんはカーキのコートを取り入れた秋冬ファッションも紹介。ハッシュタグラルフローレン、ハッシュタグバーバリーとハッシュタグを添えており、高級ブランドへの愛着がうかがえます。この投稿に対するファンの反応も熱いものでした。一瞬誰かと思いました。同性だけど惚れてしまいそうですなど、驚きと称賛の声が相次ぎました。しかし全ての反応が肯定的だったわけではありません。ただ普通に着ているだけじゃないの、承認欲求が強い人だったんだと近頃思った、といった批判的な声も上がっています。これはトップアスリートが引退後に直面する新たな挑戦への世間の厳しい目を表しているのかもしれません。一方、古賀さんの夫である西田裕二さんも同じくインスタグラムで変身した姿を披露し話題を呼びました。西田さんは宣材写真パート2服かっこいいと題し、ヒューゴボスのジャケットジーンズ姿を公開。黒シャツにデニムにブラウンのジャケットを合わせた大人の雰囲気は試合中の印象とは全く異なり、フォロワーを驚かせました。私モデルなんてフォローしてたっけ、とよく見たら西田くんだった。素敵、モデルになった方がいいよ、服もかっこいいですなど絶賛のコメントが殺到しています。古賀さんが西田さんの第一印象をよく飛ぶゴリラと親しみを込めて語っていたことを考えると、この洗練された姿は驚きですね。かっこええゴリラじゃないやんというコメントはまさにその驚きを表現しているのではないでしょうか。このように古賀さん夫妻のモデル級ショットは多くのファンを魅了しました。しかしその裏にはアスリートならではの悩みも隠されているようです。さて、
ここで少し視点を変えて古賀さんの日常生活に迫ってみましょう。古賀さんは最近ロンドン五輪銅メダリストの木村沙織さんと白井美咲さんとの交流を公開しました。インスタグラムではたくさんお話しできて幸せでした、みんなラブすぎ、ありがとうございました、幸太郎くんとは親友になりましたとコメント。木村さんの長男幸太郎くんを抱っこしたショットや4人での自撮りショットを披露しています。この投稿に対するファンの反応は非常に好意的でした。サリナさん、やっとリラックスできる時間ができて嬉しそう、皆さんの笑顔が本当に素敵、幸太郎くんが可愛いすぎてなど温かいコメントが寄せられています。木村沙織さんもまた遊んでとコメントし、古賀さんはむしろ私の方が遊ばせてください、帰る前にこうちゃんの耳元でサリナ連呼したのでパパママより先に覚えちゃうかもしれませんと茶目っ気たっぷりに返しています。この EXCHANGES からは引退後も変わらない選手同士の絆が感じられますね。この日常的な投稿が好印象を得た一方で、ファッション系の投稿には批判的な声も上がっていました。これはアスリートの引退後の生活に対する世間の複雑な視線を表しているのかもしれません。そんな中、古賀さんの意外な挑戦が話題になりました。スポちゃん、第二の人生は競泳挑戦という噂が流れたのです。8月24日、古賀さんは自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、水着姿でプールを泳ぐ写真を公開しました。しかし、その姿はしっかりと浮き輪に身を預けた格好で満面の笑み、パシャパシャと水面をキックしているだけでスピード感はありません。古賀さん自身もどんくさりなとコメントしており、本格的な競泳挑戦とはならなそうです。さらに、ジンベエザメ久々にサメ見て興奮したと記したダイビングの様子とみられる写真も投稿しており、バカンスを楽しんでいる様子がうかがえます。これらの投稿からは引退後の古賀さんが競技生活では味わえなかった自由を楽しんでいる様子が伝わってきます。しかし同時に、トップアスリートとしての緊張感から解放された後の新たな生き方の模索も感じられるのではないでしょうか。さて、ここまで古賀紗理那さんの引退後の生活を見てきました。華やかなファッションモデルのような姿、元チームメートとの和やかな交流、そして新たな挑戦の兆し、そのすべてが彼女の新しい人生の始まりを象徴しているようです。しかし、その裏には様々な声が存在することも事実です。出たがり、承認欲求が強いといった批判的な意見もあれば、かっこいい、美しすぎて感動したといった称賛の声もあります。これはトップアスリートの引退後の生活に対する世間の複雑な視線を表しているのかもしれません。古賀さんは引退時、夫を支えていくと語っていました。しかし、その言葉とは裏腹に自身の SNS での活動は活発です。これは矛盾しているのでしょうか、それとも新たな形での支えなのでしょうか。バレーボール界では新シーズンが間もなくスタートします。夫の西田裕二さんは現役バレーボーラーとして今後の活躍が期待されます。一方、古賀さんの今後の活動は未知数です。しかし、彼女がこれからもバレーボールの世界に足を踏み入れ、後輩たちを叱咤激励する姿を見られる可能性は十分にあるでしょう。トップアスリートの引退後の人生、それは華やかな側面もあれば、新たな挑戦や苦悩もあります。古賀紗理那さんの今後の活動が、多くの人々に勇気と希望を与えることを期待しています。そして、彼女の姿は私たちに問いかけているのかもしれません。人生の転機を迎えた時、私たちはどう行動すべきか、新たな挑戦に踏み出す勇気はあるか、そしてその姿を温かく見守り応援する心を持てるか。古賀紗理那さんの今後の活躍に、そして新たな挑戦に大いに期待しましょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。